お疲れ様です。お疲れ様です。今日もハマチ行かさせてもらいます、嫁さんの友人からいただいたハマチ。これも内臓取って、鱗も取ってくれてあります。もう絶妙な処理の仕方で、私は捌くだけです。下準備、骨とアラを入れる袋。そしてこれすごい調理下準備してくれてあります。ありがとうございます。袋に入れて、それであと脱水するような、紙のペーパーに包んでくれはって、それで水分もしっかり拭き取って、それで内臓もちゃんと出して、内臓またね、内臓の中にもほら、これ吸水シート入れてくれあります。でいい感じのしっとりぐらいの感じのもう処理で、あともさばくだけです。もう簡単でございます。ほらハマチって言いましたけど、まあまあツバスよりちょっとちっこいかもしれないですね、ひょっとしたら。だけどこれをねまたさばいていきます。いつも使ってる、包丁の紹介です。これ3本セットで1万5000円のステンレスなんですよね。ステンレス、ステンレスの方はね、いつもねちょっと何回か言わさせてもらってるんですけど、扱いやすい、錆びない、研ぐのも簡単で、私もここのとこ常にステンレス包丁を使ってます。今ウロコは取ってくれはったんですけども、一応確認で、ウロコ取りじゃなくて包丁でそのキワキワどうなんかなって、ウロコ取れてるかなって思ってるんですけど、全然、まあ、完全に取れてまして、まあ、一応端っこだけをやってるような形なんですけど、実際もやる必要は結局はなかったです。ただまあちょっと、軽く洗いがてらに、ウロコ取りの確保しただけっていう感じで、めっちゃ種類良かったです。あと血合いだけがね、少し残っとったんで、これまたいらんくなった、歯磨きを、使って、歯ブラシを使って血合いを取っていきます。これもほとんどまあできてるんですけど、で最終的に今回この魚を洗うっていうのはできるだけあまり洗いすぎたらねあかんのと、これが最後です。で捌く前に、余分な、尾びれ、背びれ、胸びれ等を全部切っちゃいます。これ切ることによって、安全対策になるんですよね。これつけたままであったら、まあ、鱗取りが一番ちょっと危ないんですけど、捌く時でもね引っかかって、それで、手に刺さったら棚をしてしまうっていうのがあるんで、まずは、まあ、頭かま切っちゃいます。で、まあ、刺身と、あらたきと、で頭を切ろうとして、まな板を洗って、お腹から切ります。歯、背腹で、この時ね、こう最近ではなかったんですけど、ちょっと失敗してしまいまして、普通は骨の上を、そぎ切りせなあかんので、骨の下に入っちゃって、またちょっとリカバリーでやり直します。骨の上を、骨に沿って切るように、手を当てながら切るようにしてください。この時はね2回失敗します。この時、骨の下を切ってしまったのと、次もやっちゃうんですよね、これ。まあまあリカバリーしてうまいこと一応できてるんですけども、まあまあ綺麗に切れてますね、3枚に。ここですね。ああ、これまた入って
てしまった骨の下、ちゃんと骨の上をやるようにしてください。久々に失敗してしまいました。3枚これで。ありがとうございました。今の言い忘れましたけど、2倍速で2倍速でやらさせてもらってます。あとまだこの魚はアラダキか、あと塩や、塩焼きしていきます。また3枚終わったら、マイナーとキレイに洗って、それからまたすぐ水分を取って、腹骨ですか、これを逆包丁で、線を作ってあげて、それで腹骨の上に反らすような感じ で最後に立てて、そこは、全てが残ったらリカバリーしただけでいいですからね。でお腹の骨、これを逆包丁でやって、また上向き画面、左手で押さえて、包丁を上向きに沿ったような感じで切ると。で腹びれ何回も間違ってます、腹骨を取ります。であと真ん中の背骨ですかね、血合い骨っていうんですかね、これもこれぐらいのサイズだったら抜いた方がいいかもしれないね、抜いた方が、身を無駄なく、使って刺身も大きい刺身の柵で切れるんで、これからちょっとそうした方がいいかもしれない、面倒くさなくていいねんけども。であと皮を、引く時に、半分にした方が、ちっこいからやりやすいっていうのはあるんですけどもね。でこれから皮を引いていきますね。新鮮ですんでね、皮を引っ張るだけ、コツは皮を引っ張るだけ、見てください、皮を引っ張る、皮を引っ張るだけですね。で包丁はそのままで皮を引っ張るだけで、できます。で包丁はやや下の、これちょっと失敗しますけどね、あ、切れました。切れてもリカバリーして皮を引っ張るだけで包丁はするで、やったら皮はうまいこと、剥がれるような感じで取れるんでね、こうです、こうです、こんな感じで、うわ、綺麗にできました。でこの身とかはね、皮取った後も洗ったらええんちゃうかなと思うかもしれないんですが、洗わないで水分だけを取るようにしてください。でちょっと、柵がね細くなって背骨取ったんで、まあ、若干太めに切ります。短い分太めに切って、これを刺身として食べます。めっちゃうまいですよね。甘みもあってでコリコリしとって、だから、まあ、大きいのにもっと、サク取れるのかなって思われる方多いと思うんですけど、案外まあ、大きい割にはで、まあ、自分の技術的なものも、悪い部分もあるんですけど、で先ほどみたいに厚く切る部分と、あとこれそぎ切りっていう感じで、まあ、2通りのやり方どちらでも、やりやすいようにやってもらったらいいと思います。まあ、そぎ切りにしたやつは後でカルパッチョ、サラダみたいなカルパッチョに使って、して食べました。太く切ったやつは刺身で食べました。こんな感じで皆さん一度、あ、これもリカバリーでちょっと、皮付きとったのでリカバリーします。ハマチでもツバスでも簡単にできます。皆さん一回やってみてください。それで一匹が、さばけなくても、ブロックで買って裂くだけでやってもめちゃくちゃお得で、普通で、買うよりも、半額ぐらいの割合で、買えます。
あと、同じような値段で量も倍になるっていうことができるんで、一度皆さんやってみてください。あとこれ片付けしてます。料理の後はとことん片付けします。皆さんありがとうございます。激渋男かつこれからも、料理動画やっていきます。さばき動画もやります。 DIY 動画もやります。これからもよろしくお願いします。よければチャンネル登録高評価もお願いします。以上です。ありがとうございます。